バンクーバーハーバー水上空港2011年撮影アメリカ合衆国アラスカ州のホリス水上機基地の配置図水面に2本の滑走用区画が設定されている接岸中のスリランカ航空のエアタクシー用の水上機2012年撮影接岸中のモルディビアンエアタクシーの水上機2013年撮影水上飛行場は 水面を滑走路として利用し、水蒸気と総称される何らかの付帯を装備した飛行機の発着を行う飛行場。水上空港、水上機用空港、水上機基地と称されることもある。2000年代初めの時点で、水上飛行場に就航する定期航路が存在するのは、アメリカ合衆国北部やカナダ、また、カリブ海のバハマに限られているが、他方では、 チャーター便の運航が行われている地域はより広くなり、蒸気のほか他のカリブ海諸国や南太平洋諸国、モルディブなどの島諸国家に加え、ヨーロッパでも地中海地域や北欧に水上飛行場が存在しているとされた。特にカナダ南西部や北部では海面や故障などを利用した定期便の就航する水上飛行場が多くある。他方では、 熱帯の島しょ部などでは、産後礁が形成する浅瀬が多く、通常の空港を建設したり、船着き場を整備する場合に比べて、水上飛行場の整備は、経済的負担も、環境への負荷も小さいとされ、遊覧飛行などに利用される水上飛行場が多く見られる。また、中には、ゼネラルアビエーションにも提供されている水上飛行場もある。地域によっては、 水蒸気によるエアタクシーのサービスも行われている。日本でも第二次世界大戦前や戦後も1960年代以頃までは西日本を中心に水蒸気による航空輸送が行われており水上飛行場が設定される例も各地にあった。しかし各地への空港の整備が進み航空機が大型化してジェット機が一般化したことでプロペラ機であることが前提となる。 水上機はほとんど姿を消した。航空法第79条は航空機は陸上にあっては空港等以外の場所において水上にあっては国土交通省令で定める場所において離陸しまたは着陸してはならない。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。と定めているが離着陸が禁じられる場所を定めた。 国土交通省令は存在していない。このため、水上機は、水上空港によらずとも、あらゆる水面に離着水が可能と解釈されているが、船舶の運航との安全面からの調整などは、法整備がなされていない。また、航空法施行規則などは、水上飛行場に必要とされる設備等に関して詳細な規定を設けておらず、今後実際に、 本格的な水上飛行場を開設運営しようとする場合には法整備が必要になるものと考えられている。日本大学理工学部のとどろやさゆきらを中心とする東日本復興水上空港ネットワーク構想研究会は2011年の東日本大震災の被災地域の特性に着目し水上機の活用を視野に入れた様々な研究を展開している。 ありがとうございます。